昨日私はヨハネ第一五章のヨハネ第一五章の一節から五節の御言葉を簡単にお読みしました。勉強できない子供をもう叩くからといってできることではありません。勉強しなさい勉強しなさいと言って勉強になりますか？勉強できる人はしなさいと言わなくてもよくできます。神様があなた方の罪を全部許した、私はあなたの罪を消し去った、あなたのいるところも準備しておいた、私に来なさい私に来なさい。神様は私にそのように召されて、私に父に帰る道を教えないままおられる方ではなく、私に来なさいという方は道を開いてくださいます。私の前にそして福音を与えてくださいました。誰でも私によらなくては誰も父の身元に来ることができないと言われました。イエス・キリストについてきなさいということでイエス・キリストを送ってくださいました。罪人自ら天に行くことができるのでできないので、お父さんが全部準備しておきましたが、罪人自らそこに探して行くことができないので、イエス・キリストが各自を探し求めにこの地に来られました。私がしなければならないことはその方を知ることです。イエス・キリストを知るということは天国への道を探すことです。そこから永遠の命が始まるのです。昨日ヨハネ第一、イエス・キリストをキリストとして生まれるとき、五章の一節、すべてイエスのキリストであることを信じる者は神から生まれたものである。そしてそういう人は神様を愛するようになる。神様を愛することはその隣人を愛することである。そして世の試みから勝ってこの死から逃れることです。ヨハネ第一五章の一節から四節の御言葉がそれです。私がイエス・キリストを知ったとき、イエス・キリストを知るとき、昨日午前の時間、ある兄弟がですね、カウンセリングに来ました。どういうなんか悩みがありました。それはどのようにしたら神様を知ることができますか、どのようにしたら神様に会うことができますか、それによってそのことで信仰の葛藤が来た、信仰の確信がない、これいい葛藤ですか悪い葛藤ですか、これは本当に希望のある葛藤です。今4年の間葛藤して探して求めている。私も2年間探しも求めた、3ヶ月間探している。私は2ヶ月葛藤して探したけど、3ヶ月で諦めるなと言いました。決してで2年ではなくて10年でも探すまで、見つかるまで探しておく。その方はおられる方なので、見つか出される方です。その方はおられます。ですから探したら見出すことができます。私のそばにいてもその触ることができるのに探さないので、そのまま通り過ぎてしまうのです。その方は探し求めたら会うことができる方です。私を会うために私のそばに前に信仰の手を伸べたら掴むことのできるところにおられます。ですから決してその方に出会うまで諦めないでください。その話をしました。私は2年探して知りましたが、3ヶ月探したので、よりたくさん探してください。皆さん10日間探してそれ、ね、探せなかったら諦めないでください。見出すまで探してください。あなたは一心を持って私を探したら会うことができる。人が一体心を尽くして思いを尽くして命を尽くして主を愛することができるだろうか、そういう心で隣人を愛することができるか、本性の人間は不可能だとお話ししました。私は昔最も私に負担となったことは愛という単語でした。
今もその単語をあんまり使えません。ある人たちは愛してますって言ってキスもしたり抱いてくれたり、私はその話するのが本当に難しいです。愛するという言葉には恐れとがあります。ところがイエス・キリストはヨハネ13章を見てみますと、私はあなた方を愛したようにあなた方も愛しなさい。これは神のレベルではなくて人間のレベルではありません。そうしたらあなた方は私が弟子であるということを知るである。イエス・キリストの弟子となることはイエス・キリストが弟子たちを愛したのように、私を愛されたように、私たちがそのように隣人を愛してこそその弟子となることができるという意味です。その方に従っていくことはそういう意味です。イエス・キリストの愛は本当にそばに行くのも恐れがありますが、罪人が愛するということをよく話しますね。その愛するということより好きだということが合っていると思います。私はあなたを愛してるじゃなくて好きだ、私に必要だから。もう猫がネズミがを愛してますか、好きですか。猫がネズミ愛したら取って食べますか。いえ、もう ネズミが好きです。ネズミを見たら走っていきます。好きで、なぜならばもう食べ物だから。私たちが私たちの隣人をそのように好きではないでしょうか。ある日私は本当に愛することができるだろうか。よく見てみますと、私が好きであってあと夫を妻を愛してこう思いました。ところがどうしてこれが好きなのか、私を害したりすると嫌になります。そうですね、イエス・キリストはご自分を拒む者のために死なれることのできるか、ことのできる愛、その愛が私にあるでしょうか。ありません、ありません。ないということが分かったら探し求めることではないでしょうか、求めるのではないでしょうか。それ一番負担だ、負担なのはコリント第一13章と、あなた、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛しな、愛なさい。これ不可能です。どのようになるか分かりませんでした。ところがその愛をしなさいっていう方が、その方を本当に探し求めて待っている者にその愛の種を入れてくれるのです。愛の種を入れて、その種が入ったら木が、木として成長できるように、豆が落ちたら豆が出て、リンゴの種が落ちたら、あ、そのリンゴの種、木が出るように、種を入れてこそ育って実を結ぶのではないでしょうか。その方は私の胸の中に種を植えるために来られました。イエス・キリストが与えるものを持って生きるとき、愛にができるようになるのです。人間が作り出すものではありません。ですから諦めてイエス・キリストに会ってください。どのようにするときその愛が入りますか。イエスを私の個人的な救い主として信じるとき、その信仰というものがある日私に来ました。その信仰を与えてくださった方がその方です。御言葉で信仰、御言葉によって信仰が入ってきました。イザヤ53章の5節を見ますと、彼が刺されたのは私の咎のためである、私の罪のためである、私たちの呪いを彼が受けた。イザヤ53章の1節から全体を読んでみてください。私というところに私を入れてください。イエス・キリストが刺され、苦しまれ、死なれたのは私たちの罪のゆえだという、私の他に私と入れてください。そして読んでください。そのイエス・キリストが私の救い主として来られたのを信じることができます。イエス・キリストが私を救うために私の死を代わりに死んでくださり、私の全ての問題を解決するために、彼が全ての
呪いを受けて私のために死なれたのだ。それがある日ご飯を食べて御言葉を読むとき、それが入ってきました。イエスを救い主として信じるとき、神様から生まれる、生まれ変わると言いました。私が生まれ変わるということは御言葉によって生まれ変わると言いましたね。ペテロ第一一章の23節です。私が生まれ変わるのは朽ちる種ではなく、いつも生きておられる神様の御言葉によってなると言っていますね。この御言葉が私を悔い改めさせます。御言葉がイエスキリストを証ししているのです。そうですね、私は御言葉福音でイエスキリストに会います。私はイザヤ53章ではっきりとイエスキリストに見ました。ヨハネによる福音書3章の16節の意味を知りました。イエスキリストがヨハネの3章の1節からニコデモに、その生まれ変わってこうして神を見ることができる、それが16節にいて、イエスキリストを信じるとき生まれ変わるようになるのではないでしょうか。ところが私はイザヤ53章において生まれ変わる種が入ることを知りました。何する時ですか？イエスキリストを信じる時。イエスキリストが私の罪のように亡くなられたということを信じる時、私の死を代わりに死なれてた方を、私をより愛してくださる方がおられるでしょうか。その愛を信じたら、その愛を私が受けるのです。そうですか、皆さん今深く考えて御言葉を聞いてください。イエス・キリストは誰のために亡くなられましたか。で、皆さん、私と私のこう嫁のためじゃなくて、私たちの咎のゆえにですね、私の咎を持って、罪を持って私が死ぬべきその死を代わりに死んでくださった、その事実を信じたということです。イエスを救い主として信じたとき、信じるとき、そのイエスを信じるという信仰がどのように生まれるか、その愛を知るとき、その方を知れば、その方を愛するようになり、その方を愛したら、その方を信じますが、その方を信じることは私を全てお任せすることです。そうですね、ですからこの後、私のうちに私がいなくてイエス・キリストが生きられるのが信仰による義である。ところが皆さん、信仰による義を説明するからといって自分がなるのではなく、信仰による義を理解よくしたからといって私が生まれからのでもなく、イエス・キリストを、ただイエスを信じなければなりません。信じなければなりません。何をですか？イエス・キリストの何を信じますか？私の罪の代わりに死なれた、私のためじゃなくて私のために、私の罪となって罪の処罰を受けられた、それを信じなさい。それを信じるとき、それがすなわち愛ではないでしょうか。それを信じるということは、その方の愛を受けることを意味します。それを信じるとき、私たちは上から、神様から生まれる、神から生まれるされる種は愛の種である。神の愛、神とその送られたイエス・キリストを知ること、神の愛を知った、それです。知った、そうしたら、その知ったという中に種が入ってきますね。愛するようになります。愛の種が入ったら、愛の種を受け入れて、愛そのものを受け入れたら、それが私の心のでは種となって発芽して、その生命力によって育ちますが、それが行動として出るのです。これが信仰による義が起こるのです。その時私はどういう告白をするようになるか。神様を愛しています、神様を、主を愛しています、私は主を愛するようになりました、イエス・キリストを本当に愛しています、ありがとうございます。それがなりますか。皆さん、私の心には、自分が最も愛しているのがいつも心を、隅々を満たしています。それ皆さんご存知ですか。最も愛しているのが私の心を支配します、その支配している力です。
それで夫を愛したら夫のしもべになるしかない、子供を愛したら子供のしもべとなることであり、お金を愛したらお金のしもべとなることです。名誉を愛したら名誉のしもべになるのです。イエス・キリストのしもべとなるためにはイエス・キリストを愛さなければなりません。イエス・キリストを愛する人はイエス・キリストのしもべになります。それが戒めを守るのに重いものではありませんが、その愛のに力があるからです。何でも愛で持ってやれば重荷ではありません。やろうとすることは大変ではありません。私の娘が7ヶ月かかってあんな暑いのにもう汗を流しながらもうほこりをかぶりながら家を建てていくとき、私は心が痛んで、そんな大変だろう、もうちょっと後でそのお金稼いで働き人をちょっと雇ってやりなさい、で簡単にもう建てたらいいだろう、もう疲れないということです。面白いです。もう疲れただろうと言って面白い、どうして面白いのか、自分がやりたいから、自分がやりたいことをやっているのでもう力が出るのです。自分が やりたいことをすれば疲れません。ところがやりたくないのにお母さんがこのこのこのにしなければならないと言ったらどうしますか。1ヶ月でもう倒れたはずです。愛で愛情を持って全身を持って私の心が願うところを行うときには心から力が出ますか。はい、力が出ます。私は娘が家を建てているとき祈っていました、祈りました。あんな太陽の下で今娘が家を建ててますが、このお母さんをその住まわせるために家を建ててますが、そのあの子が家を建てる間疲れないようにしてください。それは最初の家です。もう子供が苦労するのがあんまり心が痛むので大変にならないようにしてください。2番目に事故を起こらないようにしてください。3番目、知恵を与えてください。家を建てるのに知恵をください。自分ができることではないのにもう子供が理解できるように知恵を与えてください。それ3ついつもお祈りしました。それでその家は娘が建てましたが、神様が建ててくださったものです。私はそのように思っています。その3つのお祈りを全部聞いてくださいました。皆さん、自分がしたくてすることは疲れません。ストレスありません。苦労ではありません。面白いです。楽しいです。もう木を買っても信仰作らない、もう全部家壊す、もう食卓を自分でどうやって作るのか、やるな、ただ買っておきなさい。あなたがその引き出し全部作るのか、ダメだ、私は心配で、それするのでももう人を雇うように買うように、お母さん待ってください、そのままいてください、私できなければ買います。それで後で全部やりましたが、私にはよく見えませんが見る人はいます。これは最高級のシンク台、あの台所のシンク作った、流し台ですね、なんとか食卓、アイルランド食卓です。なんとかもう全部何千万ウォンぐらいかかる、何百万円、そしたら25万円かかったって言って、ああもうやりがいがあることだなと思いました。それがやりたくなかったら他のことでお金を稼いでもう家を建てても、もうそのことはできません。もう大変ではなく楽しくてやった、自分がしたいことを心に惹かれて、心が行くところにもう体がついてくる、もう心が行くところに書く、もう心があるところに足が行く、疲れません。イエス・キリストの愛の種が私たちの心に入ったら、ここから根を下ろし、また葉っぱを出し、茎が出て、花、香り、実、これは種の中にあるその命の生命力の遺伝子の力によってなるのです。これは自ら自分がもがいてもう葉っぱを出そう根を下ろそうとするのではなく、
種が入ったらその種の中にはその全てが入っていて、それを作り出す生命力があるのです。神様の御言葉の中にはその御言葉をなす生命力があるかのように、神様の御言葉から来た種にもその木を作り出す生命力があるのです。同じように神様の御言葉が私の心の中に、イエス様が私の体に十字架にかかって罪の値を払って捧げ物となって亡くなられたということを私たちが信仰によって心に受け入れたら、私たちは彼らを愛するしかありません。その愛がその次から私たちの人生を形作ります。これがクリスチャンの生活です。皆さん、神様を愛する、隣人を愛する、これは不可能です。イエス様はしてくださらなければなりません。イエスキリストがそれを心の中に入れて、その教えて連れていきます、天国に。で、私が天国に行くことができません。神様が用意してくださいましたが、私はそこに行くことができません。その方がこの地に来られて、私のうちに来られて、罪を許し消し去り、その完全な品性によって回復して、家を押して、後の網を注いで福音の働きを終えて、その方が来られて連れていくのです。私がすることではありません。私の心に命力となられる方が来られて、私の心を引っ張って、私の体がついていくようになるのです。これ皆さん疲れますか？大変でもないです。私がすることではなくて自発的になります。誠の自由、真理があなた方をあなた方に自由を与える、誠の自由。誰かが私にこれを教えて、あなたは全て教えて、病人たちについて病気を治して、イエス・キリストを伝えて生きなさい。どんなに素晴らしい人が私の模範を見せて教えても、私はそれについていくことはできません。ついていくいけません。その働き、そのことをしなさいという方が私に力を与えてくださらなければなりません。それでついていくのです。ついていくのです。私がついていくのだって、その方が私のうちにいて私を連れていきます。その方の愛が私の心を捉えて引っ張っていくと、私は感謝の心を持ってついていくだけです。私が隣人を愛するとき、私があなたを愛したように愛しなさいというとき、アダムを創造するとき、それ心を与えました。エヴァにも与えました。アダムからエヴァにが出ました。アダムは来るべきものの象徴だと言いました。アダムの中で私たちはみんな罪人となりました。私はキリストのうちに義となるのです。来る方の印です、象徴です。アダムのうちで命が派生して、罪が派生して、イエスキリストのうちに義が派生します。イエス・キリストのうちにのみ可能になります。ですからイエス・キリストは唯一の一人しかない救い主です。それではこの律法を私に回復するのが品性の回復です。ヨハネ第1、2章の7節を見ますと、聖書をもう読めなかった、開くことができなかったらただ聞いてください。時間ありませんので、ヨハネによる福音書でイエス・キリストがなさった話、私があなた方を愛したようにあなた方も愛しなさい、それヨハネが受け取りました。ヨハネも兄弟にその愛を話します。そしてその愛は7節見ますと、新しい命に与え、あなたに与える、この新しい命、今私が愛しているこの愛ではなく、私が行いによって律法を守るそのものではなく、イエス・キリストが私に来られて、私の心のに板に刻んで新しい柔らかい心を与えてくださって、愛の属性を刻んでくださるとき、私はやがて
ついに愛することのできる存在となるのです。ですからヨハネがこの新しい戒めに関して書きながら7節に、私はあなた方に新しい戒めを与える。この新しい戒めは昔の古い戒めだ、新しいのである、はい、あなたの新しい戒めを与えるけど、私があなた方を愛したように隣人を愛しなさい。これは本来あったの古い戒めだ。誰にあったもの、神様の中に存在していたもの、アダムが創造の時受けたもの、初めに私の先祖が罪を犯す前に受けていた、心の板に記録していた古い戒め、昔からあった、最初からあったその古い戒めを新たに刻んであげるのが新しい戒めです。わかりますか？ですからイエス・キリストが受けなさい、古い神様の中にあった戒めです。それが愛です。その戒めを私に入れて、私の人生を、神様の御方しを失ったものを回復して、回復するために新しい種を与えようと、この地に来られたイエス・キリストが、この事実を悟ったらですね、希望が湧きます。それでイエス・キリストを離れて私は何もすることができないっていうのはあってますね。枝が木から離れては何もすることができないように、あなた方は私を離れては何もすることができない。私を信じなさい、私がしてあげよう。ヨハネ15章にブドウの例えがそれを語っているのです。ここで皆さん何か少し光を当てられてください。今までもう絶望して心が閉ざされたとしたら、光が差してきます。何か光でおられるその方が私に近づいて来られるんです。私がイザヤ53章でそのイエス・キリストの十字架が私を救う事実という事実を知った時、その方を愛するようになりました。その方が私の心の中に愛という存在として臨み始めて、イエス・キリストがあまりにも感謝で、あまりにも感謝で、人間の言葉では表現する言葉がないということをその時知りました。主よ、ありがとうございます。あまりにもありがたくて全部あげたいです。愛というものは全て与えたいもの。子供たちが、娘たちが、お母さんこれかわいいですね、そうか、あなたもうあなたにあげると思う考えることもないです。これかわいいです、あげようか、お母さんに会います、後でお母さんがいらなかったら私にください。2番目の娘が陳述でお母さんの講義を聞いています。ある日来たら、お母さん、あの黒いの、これ黒いの、その講義したの、それあまりにも綺麗だった、それとても良かった、そうか、あなたにあげよう、あげる。で、子供が好きだったら全部あげたいです。私が持っているもの、いいもの、子供が欲しいのあげませんが、子供が飢えているのに私がひもじいと言って私の口に入れますか？愛というものはあげようとすることです。全部あげたい。イエス・キリストを愛したら全部捧げますか？あげられますか？当然捧げることができます。ところがイエス・キリストは私たちに愛をくださって、あなたのもの全部くれと言われます。皆さん、あのキリストの道5章、献身あります。それ全部捧げなさい、その方に捧げなさい。人はそれをどう思うかと言いますか、全部捧げたら私はどうやって生きるのかと錯覚しています。ところがそこを見ると、主は私に最もものは一つもくれと言わない。何を？罪。私が持っていたら苦しい病気をもたらす、もう本当に呪いを受けて死ぬしかない、その罪、それを持ってきなさいと言われる。そして私にある全てのものを主に捧げるとき、私の持っている全ては頭のてっぺんから足の裏まで、下まで、罪しかありません。
私が主に捧げるとき、罪を捧げるのです。罪をあげることです。罪を捧げたら、その方はその罪を受け取ってきれいにして消し去ってくださいます。それを捧げようと、もうそれを持って苦しまないで捧げてください。全部捨てて、あなたの所有全部売り払って宝を買いなさい。私たちの持っている全てはなんですか、罪しかないです。ところがどうしてそれを拒みますか。私の子供たち、財産も全部罪の塊です。自分の欲、もう利己心、全部そう、それを神様に捧げたいと思いますか。私は主を愛するようになった時、私の全てを捧げながら、この罪の塊、その罪の塊が生み出したこの罪の身も全部捧げました。そしたらどれほど心に平安が訪れたのか分かりません。この肩に入った重荷が全部下ろされました。ああ、私は結婚をして人生があまりにも大変でした、重荷でした。その娘さんにも教育して、またそこに私の個人にはまた罪も、あ、夫も私の背負われたら重荷でした。人生があまりにも重くて、ああこのまま死にます、もう殺してください、私はこれで進むことができませんという時、イエス・キリストが訪れてきました。長寿を忘れている女性がイエス・キリストに行くその力も失った時、最後のもう張ってイエス・キリストにこう衣を触った、その心を持って、神様本当におられますか、もう花子様おられたら私を助けてください、このまま生きることができません、前に進むことも退くこともできません、全て放棄して終わらせて、しかし私に負わされたこの重荷を下ろしたら追ってくれる人がいないので、私はそれを下ろすことができませんでした。しかしイエス・キリストを知って、全部私に下ろしなさい、私がしてあげよう、私が休みを与えよう。それでベテル修行院に行きますと、最初の入り口にどういう言葉が書いてあるかご存知ですか。すべて重荷を負っている者よ、私に来なさい、私があなたに休みを与えよう。その次が大事です。その休む方法があります。私はニューアナで減り下ったものだから、私の首輝を追って私に学びなさい、そうすればあなたの心が休みを与えられるであろう。これが答えです。重荷を負っている者よ、みんな私に来なさい、イエス・キリストに重荷を持ってきなさい。それはどういう重荷ですか。罪の重荷です。これから起こってもないその心配、罪全部下ろしなさい。それは自分を下ろすことです。自我、罪の重荷を下ろすとき何を下ろしますか。自分をその方に下ろすのです。私をその方に捧げるとき、その方が私がいたところにイエス・キリストが来られます。それがあなた方はこの心を抱きなさい、すなわちキリストイエスの心である。それが私は柔和なものだ、へりくだったものだから、私の重荷を負って私に学びなさいということは、イエス・キリストの心を持ってイエス・キリストが生きたように生きることである。ここに力がある、その御言葉ですね。そうしますと、私は柔和で謙遜だから、私の首輝を負って私に学びなさいという時、あなたの罪を私に、あなたは私に、私をあなた方の主人として迎え入れなさい。それがイエス・キリストの心を受けることですね。それがイエス・キリストの首輝を受けることですね。そのイエス・キリストを迎え入れて、私たちの心には愛の律法が記され、その種がきます。それでイエス・キリストが負わされることはものは愛です。各時代の希望に、その律法は愛の首輝だと言いました。その愛の首輝を私の心に入って種を植え付けてくださいます。その愛によって主に従っていく、愛によって愛していくことは重いですか軽いですか。軽いです、軽いです。
皆さんこの真理を悟ることができますか。これが信仰による義です。三天使の使命が、三天使が伝えるメッセージです。三天使が伝えるこの聖書全頭を含んでいる福井大戦天使のメッセージが、その誠の信仰による義は私たちの心を聖化させてくれるのです。読んでみましょうか。皆さん持っておられる本、教材、教材日本語は134ページ、第三天使の使命、医療伝道は一つの体である、第2部です。日本語は134ページです。読みます。この時代のための真理は福音全体を含んでいるので、この時代のための真理は何でしょうか。この時代のための真理は第三天使の使命です。現代の真理ですね。この時代の真理は全体的な福音を、福音全体を含んでいる。そうですか、はい、また読んでください。開きましたね。この時代のための真理は福音全体を含んでいるので、正しく提示されれば人の心に神の恵みの力を明瞭に理解することに変化をもたらすであろう。この終わりの第三天使の真理が正しく伝わったら、その真理でおられるイエス・キリストが来られてどうしますか。私の心に驚くべき変化をもたらすのです。私を清める、私の宮を清める力を持って私に入ってこられる福音です。この福音をそのように提示したら、人々はその福音を受けるとき、自分の中にある清める聖化の経験をするようになるということです。ただ文字で見て読んでものではなく、正しく提示されたら福音を受けるものを変えてくださるという意味ですね。その次読んでください。その真理は完全な働きをなし、完全な人を生み出す。それだから真の医療伝道の働きと福音伝道の間にいかなる境界線も引かないようにしよう。この福音は完全な人に準備するさせるだけではなく、完全な働きをするようにします。これは福音の働きを、御業を終わらせる、完成、完全な神様の人とさせる、完全な働きをさせる。ですからこの現代のメッセージと医療宣教の働きは分離するな。ですからこの信仰にある義の第三天使の使命を、第三天使もいでおられるイエス・キリストを迎え入れたら、私の心から変化が起きて、生活の変化が起こるのではないでしょうか。そしたら生活で何が起こりますか。イエス・キリストのように生きるのです。誠の医療宣教師はイエス・キリストのように生きる人を言います。イエス・キリストがそのように生き聞いたように、イエス・キリストの愛の首輝きを取ったら、イエス・キリストの心で庭を持ってその愛の立法を受け入れたら、私の生活に実践される。種が入ったら木が出るのは自然の現象だ。私の心に愛の種が入ったら、愛の行い、愛の言葉が出るのは自然の法則だ。これが全部信仰による義だということです。皆さん今回第三天使の使命、第一第二の福音が入っている第三天使の天使のメッセージの核心、中心メッセージを掴んでいってください。これらの2つの働きが融合し、来てください、全ての準備は整いました、との招きを発しなければならない。腕が身体につながれているように、これらは分離することのできない一つとして結ばれるようにしよう。もう全て用意しました。食べて飲んで楽しんでください。全ての人々を招くことにおいて、天国の福音を述べ伝えることにおいて、医療宣教働きを分離するようにしないように、私が召し、その呼ぶ人たち、たくさん病気にかかっています。あなた招待します。
病気が治ります。患者たちが来て終わりの時、患者たちが召されなければなりませんが、イエスの再臨の直前に全ての人たちはみんな病気にかかっているのです。ですから医療宣教しなければなりませんか。医療宣教の働きは完全な働きを終えます。イエスキリストを人たちに迎え入れた時、私のうちに罪許され、性格罪の消し去ることが終わるので、私イエスキリストは私たちの心の宮に入られて、生まれ変われて生活して、罪を消し去る救い主が心の宮に入るので、私の宮の聖城を、宮を清めて、贖いの働きを私たちのうちに終わるのです。皆さん、天の聖城、天の聖の城と言いますが、この地、モーセが作った聖城は天の聖城で、イエス・キリストがなさることを絵でもって見せて、モーセはこの地の家で描いて作ったのであって、イエス・キリストが私たちの心に入ったら、聖城、聖堂を通して学ぶイエス・キリストの全ての働きが私の心の宮で全部なされるということです。ですから天でなさることは私のうちになされるのです。天においてなされたように私たちもなさせてくださいということを、私たちの贖いを通して祈らなければなりません。主の祈りをこう私たちこの地でよくなるように、神様の御心が天にもなるごとく地にも行われます。天国で神様のなさることが私の心でなされるとき、神様が栄光を受けられます。もう第一の天使のメッセージの中に全部これが含まれています。